プログラムのバグで車が壊れます。鈴木の彼方、こんにちは。自動車整備士加藤寺、 YouTube で一番リコールの解説をしている鈴木の彼方です。今回は8月の27日に三菱ふそうさんのエアロスターからリコールが出ていますので、こちらについて解説を行っていきます。本動画はあまり車のことがわからないという方、つまり一般的なドライバーを対象に作成しています。内容がわかりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。 YouTube 君がより多くの人に拡散してくれるようになりますんでね。それでは解説に移っていきます。まずは不具合内容です。今回は2つの不具合が合体しています。1つ目はエンジンスターターのプログラム。現代の車はスタートスイッチを押した時、キュ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 と音が鳴った後エンジンがかかります。この時実は電気モーターの力でエンジンをかけているんですね。ところがこのモーターのプログラムにバグがあり、モーターの歯車がちゃんと噛み合わない時、電気が流れっぱなしになってしまいます。電気が流れっぱなしだとモーターが空回り、このまま放置するとモーターが電気の熱で壊れてしまい、二度とエンジンがかからなくなってしまいます。2つ目はエンジン警告灯。今回問題の車はディーゼルエンジンで動いています。ディーゼルは排ガスが汚くなる性質があるのですが、大抵の場合たくさんの浄化装置でなんとかきれいにしています。ところがこの浄化装置が特に壊れていないのに、なぜか壊れたり詰まったりしていると間違って判定してしまいます。そうするとエンジンのパワーがガクンと落ち、さらに DPF 再生負荷の警告灯が点灯、そしてエンジンをかけ直すとエンジン警告灯も点灯してしまいます。まとめるとエンジン始動不能になる、警告灯が点灯してエンジンのパワーが落ちるの2つが発生するので、今回のリコールになっています。改善内容はこのダメなプログラムのアップデートですね。対象車種は三菱ふそうさんのエアロスター。2019年9月9日から2024年5月8日までに製造された1720台が対象となっています。今回の解説いかがだったでしょうか。車が走っている間はまだなんとかなるはずです。作業時間はそれほどかからないはずなので、必ず修理に出してくださいね。今回の解説はこちらで以上になります。繰り返しになりますが、分かりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。さて次回は、いすゞさんのサービスキャンペーンについての解説になります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。